この世界には良いものもある。そう言おうとして言葉を飲み込む。そのような綺麗事を言う資格俺にはない。福沢、貴様裏切るのか。国家安寧を願うという我らの誓いは虚妄か。福沢、その場しのぎの出任せか。少年、学校は？もう見たらわかるでしょ。半年前に住み込みで帰る寮付きの警察学校から追い出されたの。追い出された？規則が面倒なんだもの。会議は控えるべし、服装がうんぬん、規律がうんぬん。寮長と言い争いになって過去の女性遍歴を全て暴露したら追い出された。それは追い出されるだろう。それからいろんなところを転々としたね。軍の豚所の住み込み、建設現場、郵便配達。少年、故郷のご両親は？死んじゃった、事故でね。兄弟親類はいないから、それで横浜に出てきたんだよ。父上がね、何かあったら知り合いが校長をやってる横浜の警察学校を頼りなさいって。父上は警官でもちょっと知れた人だったから。まあ結局僕はその警察学校もすぐに追い出されたんだけど。お父上の名は？その名を警察関係の界隈で知らぬ者はいない。首なし証拠事件、月光怪盗事件、ゴズ事件、国内を震撼させたいくつもの難事件を驚異的な推理力で解決へ導いた伝説的な名刑事、千里眼の名で呼ばれ称賛と尊敬を集めたあのお方がお前のお父上なのか。いや、まあ世間で言われるほどすごい人でもなかったと思うけどな。母上には謎解きも推理も勝てなくて、家ではいつもやり込められてたし。あの千里眼をやり込めるほどの頭脳の持ち主が母親とは、天才の両親のもとに育った世間知らずの一人っ子。この少年もまた頭脳の働きが桁違いに進んでいる。まあそんなわけで横浜に出てきたわけなんだけど、帰る家はないし、面接はパーだし、行くあてもないし。所詮は他人だ。他人に踏み込むなどもうたくさんだ。では今日はご苦労であった。両親を亡くし辛いとは思うが、お前なら必ずや大成し得る場所を見つけるだろう。ではな。なんだ？え、それだけ？何？それだけ？いや、な、え、もっと、え、あるでしょ、物理的なあれが。両親を亡くして、仕事も亡くして、行くあてもなくて、途方に暮れてる14の少年を前に。え、え、なんか胸から込み上げるものがあるでしょ。よくあんばかり9杯も食べ続けられたな。まあその程度はね。じゃなくて、助け合いだよ。困ってる人を放っておけないっていう相互扶助の精神。え、相互扶助？扶助合助？違うな。扶助合助？相互扶助だ。確かに全財9杯くらいでは困窮する子供を助けるには足りなかったな。ではこれを。何これ？俺の連絡先だ。命を脅かされる人間の頼みを聞く用心棒業のようなものを営む身だ。身の危機があれば連絡しろ。一度くらいなら無料で見てやってもいい。はい、福沢です。用心棒さん、助けてください。仕事もなくて、今日泊まるところもなくて、死んでしまいます。え、死んでしまいます？なぜ疑問形なのだ。では宿泊施設を紹介して。次の仕事もなくて死んでしまいます。では次の仕事に一緒に来い。俺は無理だが、先方で人員を探していたはずだ。仲介しよう。それでいいか？本当？いや、俺は望んで孤独を選んだ。だがこの少年は孤独を選ぶ自由すらなかったのだ。よし、それじゃあ早速行こう。まずは荷物を取りに。あ、いや、その前にお手洗いに。あ、その前にちょっと塩っぽいものが食べたかったんだよね。もう口の中が甘くて甘くて。隣に揚げ菓子売ってたよね。ちょっと待って、買ってくるから。あ、いや、もうむしろ買ってきて。あー、喉乾いた。おじさん、お茶頼んできて。やっぱり海に捨てようかな。